こんにちは、小豆島漁師浜湯です。今日はですね、漁師の池間に余っているお魚を使って最高の昼飯作っていきたいと思います。まあ余っているというか、あの市場に出す時に中途半端なお魚って置いといて、次取れたやつと合わせて売ったりするので、まあそれで残っているお魚を使ってやっていきます。それじゃあ早速港の方へレッツゴー。はい、というわけで港の方にやってきました。早速池間の中見ていきましょう。はい、それじゃあ池間の中に残ったお魚を見ていきましょう。はい、じゃあ池間オープン。はい、こんな感じで池間の中、たくさんのお魚が残っておりますね。上から見た限り、ウマヅラハギにタケノコ、それからカレイ、などなどが見受けられます。はい、それじゃあみんな大好き水中映像見ていきましょう。はい、じゃあちょっと上上げて何が残ってるのか見ていきましょう。はい、でまだ池間の中に残っていますが、全部の種類でこれだけです。ウマヅラハギ、アマテガレイ、カサゴ、クロメバル、オキソメバルですね。で、オニオコゼ、それからタケノコ、メバル、そしてサザエとナマコです。はい、じゃあこの中から食材を選んで絶品ご飯作っていきたいと思います。何にしようかな。まあ当然僕の大好きウマヅラハギと、やっぱねこの時期カレイの煮付けが食いたいんでカレイ、それともう時期終わりなんですけれどもナマコ、それからサザエ。よし、じゃあ今回はこれで朝ごはん作っていきます。あ、昼ご飯だった。じゃあ締めていきます。はい、じゃあまずウマヅラハギ。ウマヅラハギはね、ここら辺ですね。ちょっと難しいんですけど、まあだいたい魚は目の左上です。ここクリクリっと、なこれで締まりました。でカレイはですね、僕の場合もうひっくり返して、ここの背骨をこうやって一刀両断していきます。それと尻尾側切って、これで OK ですね。で時は戻りして、ウマヅラハギはここのエラのとここう切ってあげて、反対もちょっと切って、これで血抜きです。で池真ん中魚いろいろ入ってるんで、水をかけて血を抜いていきます。はい、じゃあ早速持って帰って、こういうのでいいだよ、いいんだよ、昼定食作っていきます。はい、それじゃあ帰ってきました。持って帰ってきたお魚がこちらですね。ウマヅラハギ、ここウマヅラだからウマヅラ、それから春の高級魚アマテガレ、あ、なんでアマテっていうかは分かりません。そしてサザエ、これは当然つぼ焼きですね。で3月ギリギリ食べれるナマコ、まあいつでも食えると思うんですけどね。それじゃあ早速やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあこの辺はすでに、水を溜めていたので炊飯押すだけ。うんうん、今日の昼飯はこんなんでええやつ。はい、じゃあ最初にサザエのつぼ焼きやっていきます。サザエ並べて、で蓋を閉じます。でまあ低めの温度でやっていきましょう。はい、じゃあカレイからまずやっていきます。カレイはもう金出しで取っていきましょう。多分取れる、お、取れる取れる。ちょっと水流しながら取っていきます。はい、じゃあ最後に包丁で角とか取ってあげて、これで鱗が取れました。そしたらカレイにまな板へドン。はい、じゃあ今回このカレイは丸ごとやっていきます。あったったった、ストレイで、どうしようかな。もう正直ね、こんだけ新鮮だとエラ取らんでもいいと思うんですけど、エラのとこ手入れて、でエラ落とします。で落として、僕はもうあの包丁で抜く、あのかっこいいやつできないんで手でちぎります。よいしょ、手でもうむしり取ってください。取れたらいいんですよ、要はね。で次にお腹を裂いていきます。カレイはここが硬い、カマいけた。あ、ちなみにこれ包丁なんか買いました。結構高かったけどいいね。やっぱ大きい包丁の方が、なんだろう、あれがいい、あの切れ味の持ちが。でお腹の中こんな感じで、取っていきます。こうやって、おお、なんかいっぱい出てきた。あ、美味しそうな綺麗な肝臓に、これ胆嚢ですね。なんかイカスミみたいで黒いですね。でまああとはこんな感じですね。でこの胆嚢を取って、でこれら取って、でこちらの肝は入れ物に入れて
炊くのに置いておきます、まあ、生でもいけるけどね。それじゃあこの子のお腹をきれいに洗って、で彼は下側こっちだけ刺身にしていきます。ここら切れ込み入れて、でこの真ん中線の上包丁入れていきます。でこうで、こっちから斜めに切っていく、あばらかてよいしょ、で横に横にスライドスライド、うまっ、うまいね。ほんで最後寝かしてシュッと、よし、オッケー、ここがうまく閉まらんな、オッケー、はい、これで綺麗な身が取れました。これ後でやります。はい、でカレイ煮付け丸ごとやっていきますので、ひっくり返して十字。このカレイの煮付け、なんで食べたいかっていうとね、やっぱ昨日あの異世界居酒屋ノブ見てて、この古都相手エリアでこんな見事なカレーがみたいな感じのやつです。じゃあ入れていこう、十字にしようかな。じゃあこちらをフライパンに入れて、じゃあ次にこちらの生姜を千切りにして、でカレーの中へドボン、はい、でここに酒少々、でちょっとヘビーユーザーも入れる前にみりんをちょっと入れて、でヘビーユーザーもちょっと入れます。まあ、本出しでもいいかな、入れた方が僕は多いと美味しいと思う。で醤油、濃いめというか、まあ好みの色までですね。今回さーっと炊き上げるので濃いめにしておきましょう。うん、いいね。で砂糖はお好みで入れていきます。甘いが好きな人は甘めに、辛いが好きな人は入れんでいいし、僕は甘め派。よいしょ。で強めの火にかけて、で最近リードペーパーで落とし蓋ができることを知ったので、リードペーパーで落とし蓋、オッケー。はい、じゃあ次馬面はぎやっていきます。もうそのまますぐここかかとで落として、でかかとで落ちたらビリビリで、これ美味しそうな肝を取り出します。で肝取り出す時はこうやって洗いながら取ってあげると、あの苦玉がちょっと潰れたところで大丈夫です。おお、でこれが堪能ですね、苦玉根元から取ってあげる。はい、オッケー、めちゃくちゃいい。はい、でこちらサザエもいい感じにやってきました。で水が溜まったらいっぺん水掘って、まあ掘らんでもいいけどね、そのまま入れてもちょっと残しておこう。ほんで醤油を入れてあげて、これで蓋をしてオッケーです。これであと時間経ったら完成。はい、それで馬面揚げを三枚おろしにやっていくんですが、もう絶対ね皮口いった方が簡単です。あとが簡単。まず逆さ包丁を入れて、よっ、で身のとこ切っていきます。で中まで行ったら返して、でこっちもちょっと逆さ包丁入れてあげようか。で逆さ包丁入ったら同じように切っていく。で中まで行ったらこのエラがね上がってくるんですよね、息がいいと。通してあげて、こうシュッと、でこっちも、でこんな感じで、このビラビラついてるんですけど、これ美味しくないので剥がして煮付け等に入れてあげましょう。このビラビラね、刺身で食うてもほんま美味しくないので、剥がしてあげて煮付けに入れてあげる。まあ、好きな人は多分好きよ、なんか分からんけど。これで反対も同じように逆さ包丁を入れたって、で切っていきます。包丁の切れ味がねすぐ悪くなるから、あんまりいい包丁でしない方がいいかも。で中まで行ったら返して、同じように逆さ包丁、キュッキュッキュッ、でこっちもよいしょでこう、でこんな感じで、こっからどうするかっていうと、まずこの腹骨を取って、でこのままですよ、この真ん中の血合い骨の下側入れて、で下側から横に横にスライドさせて、チーンとね、今サザエができました。 OK、 でこんな感じ、残ってるようで、これ取ればいいんですね。いい。で反対側も血合い骨の上側こう入れて、で横にスライド、スライドオンタイム。こうすると薄皮も剥げて、で本皮も取れる。こんな感じ。で残るは身ばかりなりと。はい、で刺身する前に、結局カレーは上からお汁をかけております。はい。でカレーもいい感じに。できました。あちちちちちちち、わあ、もうちょっとやっぱ引きがいいカレーってね、バラバラになりやすいんで切れ込み入れ方が良かったな。
こんな感じで結構バラバラになってますが、このまま取ると明らかにボロボロになるのでちょっと冷ましておきます。はい、で当然お昼ご飯には味噌汁が必要なんで、しじみ買ったやつ入れていきます。今日は休肝日ですからね。でこちらのしじみを用意していた汁に入れて、でもう弱火でじっくりと火にかけておきます。はい、じゃあお皿を用意して、萩の実を薄めに切りつけて、今日はちょっとバットお休みです。で盛り付けていきます。はい、で次カレイの身やっていきます。もうこのまま皮を落としていきましょう。シャコシャコシャコっと入れて、で下まで入ったらスッ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 と、で奥最後こうで、薄いんですけどこちらのあばら骨を取って、でこれも同じように薄めに切りつけて、まあ、薄めじゃなくてもいいんです、好みで。そしたら乗っけていきます。でレモンとかを飾って、でもう時期の梅の花ですね。はい、というわけでウマヅラハギとこちらカレイのお刺身の盛り合わせ完成です。でしじみもいい感じなんで味噌汁入れて完成です。でネギも入れときます。はい、じゃあ最後にナマコやっていきます。まあ常温でぬめぬめですが、ぬめりも美味しいので僕はぬめりを取りません。で左右ちょっと切って、でここから2つに切っていきます。ちょっとぬめぬめで、で切って、で内臓を洗います。はい、で綺麗に洗えたら、あとはもうできる限り薄く薄く切っていきます。でこうやって切りながらですね、水の中に浸してあげると、なんだろう、ナマコにあるアクみたいなのがよく取れます。でそういうのが美味しいです、食べた時に。はい、これで OK で、アク抜きします。もうすでにちょっと色が変わってますね。5分ぐらい置いておきましょう。じゃあナマコの水が切れたら、この中へ移して、味ぽん入れて、だいだいっていう人もいる、だいだいが好きな人はだいだい。でここにレモンとネギ、それからだいだいをのせれば、だいだいじゃないもみじおろしをのせれば、はい、こちらナマコポン酢の完成です。米が炊けたからこっち来てみて、こっち来てみてはいはい、米が炊けたからここにかぐや様がいる。ダメダメダメ、これはダメだよ、いつもこうやって拝んでるから、かぐや様つって。はい、というわけで米が炊けたんでやっていきましょう。ちょっとねサザエさんぬくめて、でその他もろもろですねぬくめていきましょう。大きなカレイちゃんをこちらの黒の皿に、もうねこれ今にも崩れそうなんで崩さんようにやっていきます。よしよし、よっしゃ、よし、いけた、オッケー、汁が多い。はい、こちらアマテガレイ丸ごと煮付けです。ちょっとマジ汁多いな。じゃあしじみの味噌汁もついて、こんな感じで、サザエのつぼ焼きも OK ですね、ついてる。はい、それじゃあ小鳥、はい、というわけで完成しました。浜より特製濃いのでインディア定食、どこが濃いのでインディアっていうくらい豪勢ですが、ウマヅラとカレイの刺身、それからカレイの見事な煮付け、そしてサザエのつぼ焼きにナマコ、まあいろいろありまして、それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。今日は休肝日なんで休肝です。じゃあまずはこちらの見事なカレイの煮付けですね。めちゃくちゃ美味しそうです。じゃあカレイです、ご飯の上に。うわっ、うん、まっ、カレイの身とこの甘辛い生姜汁、これが最高に合います。でカレイの身もやっぱちょっと冷ましたので、しっかりとした歯ごたえがあって、うまみもこんな辛い味やのにしっかり残ってめっちゃうまい。じゃあ次はヒラメとカレイのお刺身ですね。カレイ、まずウマヅラから
やべ、どっから出てきたんだろう。これをですね、こちらカレイの肝と馬面の肝混ぜたやつに醤油入れて、もう肝が主役の肝醤油を作ります。でこれを乗せて、もう大方くるんでいただきます。じゃあ僕がいつも大好き公言してる馬面はぎの肝のやつ、もう味は曲げもなく評価がうまい。甘っ。締めたてのプリプリとした身に甘い肝がね、ほんとよく馴染む。これはね、馬面はぎ本当に寝かさず、新鮮なもんで食べた方が絶対美味しいです。でこれはカレーですね。カレーは少なめに、肝少なめに。うん、カレーもねブリブリで美味しいんだけど、肝をちょっとしかつけてないけど、肝のうまさがもう強すぎてカレーのうまさを消すぐらい肝がうまいな。やっぱり僕は肝が好きだな。じゃあ次はサザエですね。サザエの剥き方はここら辺に入れて、でくるくるっと殻の方を回します。うわ、じゃあこちらいただきます。うわ、めっちゃビールが欲しくなりますね。うん、これ休館日って言っとれんぐらい。サザエの身のクニクニとした食感に肝の苦味、それから肝の苦味だけじゃなくて、そこに濃厚さがあって、それがまたうまいんですよ、身とよく合う。でナマコですね。ナマコは一個ずつ食べるんじゃなくて吸って食うのが普通本場です。うん、あ、美味しいけどやっぱちょっと硬いですね。うん、まあでも普通に美味しいです。コリコリっとしてて、で休館日に必須のしじみ汁ですね。もうこれ飲めば実質休館だから、もう今日飲んでもいい気がしてきた。やっぱ一番今日美味しいと思ったのカレーですね。カレーが本当美味しい。うん、うわ、なんだろう、やっぱ生姜の刻んだん入れた方がめちゃくちゃうまい。カレーの煮付けほんとうまいな。なんだろう、今日のカレーの煮付けはほんと馬面はぎの肝ぐらい美味しい。でこれも肝いっぱいつけて、やっぱ最高。うん、で視聴者さんからいただいた浜ゆいの、なんだこれ、タンプラー、水。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。漁師の池間に残っていたものということで、めちゃくちゃねカレーとか馬面はぎめちゃくちゃ美味しかったです。まあ、ナマコはもう時期そろそろ外れかなと思いますけれども、で、あとね、やっぱ最近漁師さんのその船を狙った窃盗とかがあるらしくて、それはね、絶対良くないのでやめましょう。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. Bye bye!